ニーナ先輩、もっとうちに寄ってください。フレームからはみ出ちゃってますよ。うん、はいです。ミカ先輩、暴走族じゃないんですから、変な座り方はやめてください。うっせえな、これが一番気合いの入ってるポーズなんだってば。ミカちゃん、わかったよ、普通にすればいいんだろ。こら、ユンユン、むつみくんにくっつかない。いいじゃんいいじゃん。むつみくんも何にやけてんのよ、死なすわよ。はい、それじゃあ撮ります。1たす1は2。やっぱり男の人の部屋って緊張するわね。兄様、お飲み物のおかわりはありませんか？相変わらずの愛されっぷりよね。あそこまで嫉妬されると、なんか私が悪者みたいな気分になってくるわね。お飲み物の、あうわー
か連れて行かれちゃったみたいね。邪魔者って…な、何よ、その変な笑い顔は…どうせ、いつもは可愛くないですわよ。よくそんな恥ずかしいことを、臆面もなく。帰りたくないな。なんて言ったら、むつみくんだって困るわよね。私もそりゃ泊まっていきたいけど、でも。でも今日は帰るよ。家族も心配するだろうし。に、兄様、お飲み物の。それに、はるかちゃんに嫌われちゃうからね。それじゃあ、そろそろ帰るわ。ああ、いいよいいよ。今日は一人で帰るから。いいの。送ってもらっちゃったら、その後また私が送りたくなっちゃうから。いつまで経っても別れられなくなっちゃうよ。
だから今日は一人で帰るよ。それに、あまりにやけた顔を見られたくないしね。それじゃあね、また明日。むつみくん、今日もすがすがしい朝だよ。うるさい！この変態！朝っぱらからそんなもの見せないでよ！おはよう。んじゃ、行きますか。
今日から調査開始よ。張り切っていきましょう。そんなの決まってるじゃない。調査の基本はまず聞き込みよ。ハオハオハオ、今日も二人揃ってのご登場ですか。二人ともラブラブ？ついに一線越えた？今日も一日頑張りましょう。お二人ともおはようございます。しました。ニーナ、また失敗してしまったですか。ね、うん、今日は聞き込みを中心に進めたいと思います。聞き込みですか。はい、聞き込みは捜査の基本と言いますから。はいはい、聞き込みします。クォンジ君とクルミちゃんは昨日の夜どこまで行きましたか。知り合い、街中の人、誰でもいいんで、クジラについて何か情報を持ってないか調査してください。無視ですか。無視しちゃうんですか。ってことはあれですか。お前たち、つきつつかれつの中ですか。集めた情報は、明日のこの時間に報告するってことで。顔を真っ赤にしながらも平然を装うその態度、怪しいのを通り越してもう確定って感じですね。ユンユン、うるさい。あんまりしつこいと死なすわよ。わー、くるみちゃんが怒った。怖い。で、皆さんの都合ですけど、大丈夫ですか？ニーナはお買い物があるので、そのついででよければ問題ないです。私はちょっとスケジュールの方が詰まってまして。資金のご提供はできるのですが、実動は厳しいですね。
ももっちゃんと一緒ならどこでも行くって言いたいところだけど、今日はうちのあれが入ってるからちょっと無理なのだ。了解。ってことは今日は私とむつみくん、聖一郎、それと買い物のついでにニーナ先輩が活動可能っと。はい、そうなりますね。では私は用事がありますので、今日はこれで失礼させていただきます。何かありましたらこちらに連絡してください。なーに、ニヤニヤしてんのよ。あーっと、ユンユンも帰るよ。みんな、バーハーイ。それでは、放課後調査隊。初仕事といきますか。何よ。うっさい、バカ！何の進展もなしか。それは分かってるんだけどね。でも気持ちが空回ってるっていうか。別に不機嫌そうな顔なんてしてない。まあ背に腹は変えられないか。でも繋いでてもいい？
さてと、それではちゃっちゃと行きますか。どうも、少しお話ししてもいい？あなたってさ、あのクジラと関係あるのよね？どんな関係かは、秘密？そっか。まあ無理に聞き出そうとは思わないけど。初っ端からうまくいってないのよね。あなたが鍵になるような気はするんだけどね。私のお父さんね、クジラの謎を追うって言って失踪しちゃったの。この写真、見てくれる？クジラが写ってるでしょ？写真には写らないはずなのに、どうしてかな？私ね、お父さんの後を追いかけてるの。そのためにクジラのことを調べてるんだけどね。なんも進展なし。だからさ、その気になったらでいいから、クジラのこと教えてもらえると嬉しいな。あと、メガネありがとう。このメガネをかけてると、なんかね、前向きになれるって気がする。まだまだ初日だ。明日からも頑張ってやるぞ。私が絶対クジラの謎を解明してやるんだから。では昨日の報告から始めたいと思います。ちょっと待った！何ですか、ミカ先輩。何ですかじゃねえって。なんだかわからねえから説明しろって言ってんだろうが。だからさっきも説明したじゃないですか。私たちはクジラの謎を解明するために集まってます。差し当たっての活動は聞き込みが中心になります。で、
昨日の聞き込みの報告を。だから、なんで俺がそんなことをしなきゃならねえんだよ。調査は人数が多い方が効率的だからです。もともと戦力としては期待してなかったですけど。せっかくユカ先輩が連れてきてくださったんだから、ここは利用しない手はないかと。ふざけるな！なんで俺がそんなことを手伝わなきゃ！私は別にいいですけど、ミカ先輩に有力な情報が集められるとも思えませんし。なんだと？あら、それともミカ先輩に有力な情報が集められるとでも？もちろんじゃねえかよ！ほう、へえ、それはすごいですね。口だけじゃなければいいですけど。見てろよ、畜生！絶対に吠え面を描かせてやるからな！さすが灰原さん、ミカちゃんの扱い方を知ってらっしゃるのね。いえいえ、ユカ先輩ほどではないですよ。ってことで、皆さんの昨日の報告を聞きたいと思います。それじゃあ、本日も聞き込みを中心に活動を。あ、そういえば。何かありましたか、ニーナ先輩。あまり関係ないかもしれないですけど、聞き込みをしてる時に誰かに見られてるような気がしました。はいはい、余計なことは言わなくてよろしい。あ、ごめんなさいです、ごめんなさいです。
配のことじゃないですから。そうですか、よかったです。そうね、本当に後をつけられてるとしたら嫌な感じね。そうですね、私の方でも調べてみますね。茂木財閥の情報網があれば何かつかめそうよね。はい、任せてください。まあ危険もあるので今日からは二人一組で調査をしましょう。そうですね、二人でいれば危険も少ないですし。ってことで私とむつみくんが A チーム、ニーナ先輩と誠一郎が B チームってことで OK？ ニーナも大丈夫です。うん、不満もないようなので、これで決定ってことで。それじゃ、本日も頑張っていきましょう。やっぱり大した情報は集まんないわね。そろそろ別の方法を考えなきゃダメかな。でも。ユンユンはなんか用事があるって電話があったよ。そうかもね。でも彼女の動物的直感は割と侮れないというか。これがニーナ先輩たちが言ってたやつかな。